スターアニスとは、東京都千代田区に店舗を構える秋葉原、ディアステージ出身のアイドルユニットであり、テレビアニメ、アイカツ。にて、劇中で登場する同名のアイドルユニットでもある。本校では、正式なスターアニスのメンバーではないものの、アニメ版にて歌唱を担当した人物も合わせて、小説する。2017年3月26日に実施された、アイカツ。 ミュージックフェスタ20172日目におけるライブ公演中のスターアニスと、アイカツスターズのメンバー。本公演中では会場内の撮影が許可される時間帯が特別に設けられた。テレビアニメ、アイカツのスーパーアバイザー、水島誠司がディアステージに所属する女性メンバーの中から彼女らのデモテープもしくはディアステージにおけるライブパフォーマンスを受けて、 オーディションを行い、通過したメンバーからスターアニスが結成された。2012年10月には、シングル、シグネリーズ、カレンダーガールをリリースし、メジャーデビューを果たした。水島がアニメとデータカードダスのメディアミックス作品、アイカツに登場するアイドルキャラクターに、それぞれ適切なボーカリストを割り当てており、ユニット名は8つの角を持つ、星型の更新量、 八角に由来している。アイカツの作中においてもスターアニスというユニットが登場し、8人のアイドルキャラクターによって構成される。ユニット結成当時は、我が、フーリ、スナオ、リスコの4人組ユニットであったが、劇中内にて新キャラクター登場するのに合わせ、レミ、モエ、エリ、ユナが順にユニットへ加入した。年月日に、 クイーンズスクエア横浜にて行われたアイカツ。年末ミニライブを最後に、素直、萌えが同ユニットを卒業。2014年3月より、モナ、ルカが参加し再び8人組のユニットとなる。二人は後に2014年10月より、ユニットアイカツスターズを兼任するようになる。2016年3月19日から21日の3日間。 東京ドームシティホールにて行われたアイカツ。ミュージックフェスタではモナが、ソロ活動に専念し、同ユニット及びアイカツスターズを卒業することを発表し、同年4月以降は7人組のユニットとなっている。2018年2月4日に更新した公式ツイッターアカウントにて、2018年2月27.28日に開催されたアイカツ。 ミュージックフェスタインアイカツ武道館でアイカツシリーズの楽曲からは一旦卒業以降も同年9月8日9日に幕張メッセで開催されたアイカツシリーズフィフスフェスティバルなど不定期ではあるがアイカツ関連のイベント公演を観光し2019年10月からのアイカツオンパレードでは再びシリーズ楽曲に復帰したありがとうございます